Nicht ein Channel, ei, ei, ei. Nicht ein Channel, ei, ei, ei. Ai wo, ai wo, kanate te yuku. Nicht ein Channel, ei, ei, ei. Nicht ein Channel, ei, ei, ei. Afureru, afureru, ai wo anata e. Oetto-san, Nishida Ai desu.今日は What's in my bag スーツケース編というわけで、私が長年愛用しているコールマンのスーツケースなんですけど、私普段ねシルバー使ってんのよ。それは私のやつで、これは次第の仕事の時用。このスーツケース本当によくて、ここでね幅が広げられるから、荷物が結構オーバーになっても大容量入るっていうのと、車輪がじじゃん、わかる？ダブルなの。スーって片手でね、自動でこう転がっていってくれる、あのリモア的な軽さがあるのと、そもそものスーツケースがすごい軽いっていうので、めちゃくちゃ助けられてます。このスーツケースの中の収納術っていうのかな、それを、ぜひみんなに見てほしいなと思って、結構こだわりがあるので、これからね年末年始旅行に行く機会とか、春とかもね、また卒業旅行とかさ、ちょっとした春休みのお出かけとかでさ、旅するときにやっぱ荷物ってごちゃごちゃしがちだけど、そういうときになんかちょっと役立つような、ものがあるんじゃないかなと思うので、それをご紹介したいと思います。よいしょ。コールマンの好きなところはね、両方ポケットがねこうやってあるのが私の好きなところなんだけど、こういうポケットが片面はあるけど片面はないっていうのがほとんどなんですよ。だけどこれは 1,2,3,4,5 という大きさがそれぞれ違う、ポケットがついているので、この下もいっぱい入るし、ここもいっぱい物が入るから、すごく物持ちの多い私にはすごく助かってます。コーヒーとかストローとか、普段はお箸とかスプーンとかも入ってるし、結構控え室とかさ、パッとホテルとかでなんか飲みたいとか、なんか食べたいとか、なんかパッて必要になる時がよくあって、そういう時にこういうものがストックとして入ってると役立つので、あったかい飲み物飲みたい時とかさ。なんでストローがいっぱいあるかというと、こういうさ100均とかに売ってる、あのこっちだけついてて、ここの下にこうやってストローを付け替えて使うタイプなんですけど、ここをデコって、いつもステージの時はこれを使ってね、水を飲むようにしてます。裁縫道具が入ってたり、衣装での時に身につけるアクセサリー類が入ってきたり、冬場はやっぱこういうのも大事ね、エレガード。私は丈の長いドレスが多いから、この静電気防止するスプレーが常に欲しいんですけど、夏になるとここに常に日焼け止めが入ってたりとか、その季節季節で荷物を入れ替えたりしてるんで、これねみんなめっちゃいいよ。旅行先とかさ、なんかせっかくおしゃれしたいんだけど静電気すごくてもバチバチみたいなさ時よくあるから、これをシューってやって出かけると静電気が起こりやすい冬場でもすごく安心して行動できますね。じゃあ早速お見せしていきたいと思います。デレレン、メインはこれかな。衣装、ドレスです。これはフランフランで買った衣装バッグっていうのかな。これは大中小全部買いました。衣装の量によって、入れるものによって、変えてるんだけど、この日は衣装が2着ぐらいここに入ってるのかな、うん、なので大きいやつ、イルを使っています。ちゃんとこういうのに入れようと思っても、数年前からはこういうバッグにちゃんと衣装は入れるようにしてます。これはこれも結構年季の入った袋なんだけど、音源が入ってる。西田愛がステージで歌うものの音源、これだいぶ少ない方ですけど、場所によっては MD しか使えないっていう場所もあるので、 MD も常に入れて、パターン違いの音源をいくつか予備で用意してます。マッサージとか移動は体が疲れるので、こうやってこれめっちゃ気持ちいいんだけどさ、お互いに私と湯川さんと交互にやり合って、移動で疲れた体をこうやってほぐし合ってます。私ホテルの浴衣とか苦手なタイプで、ちょっと匂い残ってる時とかない、ちゃんとクリーニングに出してはいるんだけど、なんかちょっと人の気配というか人の匂いを感じることがよくシティホテルとかだとあって、なんかそれがすごく嫌なので、いつも自分が着るものは
持ち歩いてます。スウェット上下、これは楽屋着にもなってるので、外出楽屋でお化粧したり髪の毛準備してる間、衣装と衣装に着替えるその間とかはこのもう楽屋着で過ごす、でホテルもこれで過ごすみたいな。コード類は一緒にまとめて入れてます。コテと延長コード、お部屋の広さも日々それぞれ、ホテルとかでもさ枕元にコンセントがあるとも限らないからさ、そうなると部屋の入り口の近くしかコンセントがない場合、鏡の近くにしかない場合とか多くて、携帯が遠くなるからさ、朝目覚まし止めに行くのも超めんどくさいじゃん。だから延長コードを1個入れとくと、コンセントの位置がいまいちでも引っ張って持ってこれるので、すごく延長コードはあるといいと思う。これ何が入ってるかというと、本番までに使うもろもろのものが全部入ってる。ちゃんとヘアスプレーは正規のものがあるんだけど、もうこのスーツケース開く暇もないようなバタバタした現場の時はここにちょっとしたハッドスプレーでしょ、で歯磨きセットで、体に塗るキラキラ、チーク、ピアス、髪まとめるやつ、これはピンが入ってる、あと鏡、最小限必需品セットはこの袋にまとめるようにしてて、この黒いバッグさえ持っていれば現場がどんな場所でもこれだけでとりあえず私ステージに出るだけの支度ができるっていう最低限セットを作ってます。例えば荷物はここに置いてていいけど、準備はあっちでしてくださいとか言われた時に、これとこれとって言ってこういうのに入れてさ持って行って、また戻ってきたらそれをまた元同じ場所にこう戻してっていうのがすごく私は今までの経験でもうそういうのめんどくさくなっちゃったので、初めからまとめてりゃ簡単じゃないと思ってまとめるようになりました。こっちがキャスターだから重いものはこっちで、衣装とかは潰れたくないから上の方に置くっていう風に決めてます。いきます、じゃじゃじゃん。こっちもだいぶ綺麗に収まってますね。アクセサリーですね、このケースはもちろん100均です。紙セットの後につけるアクセサリー類がバーッと入ってます。この辺はね繊細なものが多いので、こういうゆとりのあるケースに入れて持ち運び。この辺とかは靴の柄のこういう袋が売ってるのよ、でこれに入れてハイヒールこうやってね持ち運んだりしてます。そっちもハイヒールがこうやって入ってます。これも昔は靴もそのまま入れてたんだけど、ほんと最悪な時はビニール袋とかに入れてた時もあったんだけど、やっぱりいつどこで誰に見られるか分かんないし、なんせ毎日使う自分たちがときめく方がいいなと思って、こういう可愛い袋を見つけたらちょっと値段がしたとしても買うようにしてます。これは全然値段しなかったよ、麻布十番のねお店でね一袋何百円、300円とか400円とかで売ってた。他にもいろんなタイプがあったの、下着とかを入れるようなランドリーみたいなバッグもあったし、あったわ、ランドリーバッグあった、これもここで同じとこで買いました。衣装に着替えるときに使う、まあ、肌着、下着、ストッキングとかそういうインナー系ですねがバーっといろいろ入ってます。あと冬は寒いから腹巻きとかそういうのも入ってるし、あとこれも何だと思いますか、じゃん、アイロンです。このパナソニックは2代目、家でも仕事場でも愛用しているパナソニックのアイロンです。これめちゃくちゃいいです、立ち上がりも早いし軽いし簡単だし威力もすごいし必需品なので、これはめちゃくちゃ重宝しまくりまくりまくりですね。かわいいよね、よく先輩とかにもこれかわいいって言っていただくんですけど、私が台湾一人旅行った時に買ってきた楽屋履きスリッパ、控え室が畳のところだったりするとこう脱ぐし、できるだけ楽な格好でということでこういうスリッパを常に用意してるんですけど、あんまりラブリーすぎたりとかあんまり室内履きっぽすぎるとそのままステージリハーサル行ったりとか、そのままなんかうろちょろするときにね、あんまりにもこうおうち感が出すぎるのは私あんまりだなと思ってて、でちょっとでもなんか可愛らしくておしゃれな感じでこのまんま履いて外とかにちょっと出ちゃっても大丈夫なようなものが欲しいなと思ってて、これを台湾で買ってきました。でこれももちろん袋にちゃんと入れて中でバラバラにならないように、クッキーかなんかが入ってた透明な袋なんだけど、透明っていうかシースルーな袋なんだけど、ちょうどスリッパの私の足のサイズちっちゃいからさ、サイズが合うなと思ってこれ用に使ってます。そして鹿児島に持って書いてますけど、何かというとファスナーがついてて、これを下ろすと何が出てくると思う？
マキーでした。サイン会とかするときにこれをこう置いてると、あの何これって言って大体いじられるんですね。で、あ、鹿児島だから、あ、そういうことねっていうことで、よくあの面白がってもらえるんで、常に全国一緒に回ってます。あとは寒い時に使うストール、マフラー、首に巻くもよし、膝に乗せるもよし、肌に肩にかけて寒い時ね、ちょっと体を温めるもよし、ちょっとキラキラしてて可愛いやつを買いました。うちの場合はこれ仕事で使ってるスーツケースなので、西大の資料、こんな感じでね、色紙、ここにサインして、ここにお名前入れて、日付入れて、プレゼントする時用の色紙で、硬いものから入れていって、空いたスペースに入るものを入れていったら、だいたい綺麗に収まるという。あんなに物紹介してめっちゃ物多いんだけど、綺麗にすっぽり入るんだよね。これが多分こういう袋一個一個使わずにバーって乱雑に入れてたら、きっと大変なことになると思うので、旅行に行くときとか特にこういうさ、衣装を入れてたこのバッグもそうだけど、プラスアルファの袋をいくつか持っていっとけば、旅先で急に増えたちょっとしたもの、急遽アクセサリー買っちゃったとか、急遽お箸とか買っちゃったとか、袋に入れて結んでとか、ジップ閉めて、あのこういうとこにちょっとずつ収納していけば、帰国してからね、また荷ほどきするときに自分が楽かなと思うので、ちっちゃく細かくジャンル分けしてパッキングするっていうのは、すごく旅上手になったような気持ちになるよね。ぜひその辺はみんなもすぐ今すぐにでも真似できるんじゃないかなと思うので、パッキングをしてみる、これをぜひ次旅行するタイミングがあったらやってみてはいかがでしょうか。でさらにね、あの話ちょっと違うとこに行っちゃうかもしれないけど、スーツケースを長期の旅じゃない限り、最近スーツケースお休みしてて、ボストンバッグにしてみてんのね。ボストンバッグどんなもんかなと思って、泊まり の, その下着とか洗面用具を入れたポーチ、お化粧品を入れたポーチ、着替えを入れたポーチ、全部中をポーチごとジャンルで分けて、でボストンバッグで出かけるっていうのを最近やってるんですけど、それもやっぱり中をポーチで分けてるから、すごく旅しやすいかな。パッてお風呂行こう、パッて大浴場行こうって思った時に、洗面用具のポーチだけ持って出かければいいだけだから、そういう風になんか自分が後々楽するために、なんか事前のこの細かいパッキングっていうのは楽しいし、うん、やっとくと後でいいかなと思うので、よかったら、参考にしてもらえたらと思います。では皆さんからのコメントお待ちしてます。ちょっと愛ちゃんもそれうちすでにやってるから、そういうのとか言うのでもいいんで、コメントください。そういう工夫してんだねとか、気づいたことでも発見したことでも何でも気軽に書いてもらえたらと思います。高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では安全に楽しい旅ができるように、パッキングの時点からワクワク楽しい気持ちでやってると、うん、いい旅になるんじゃないかなと思います。良い旅を、どこに行くか知らないけど、良い旅を。バイバイ、ありがとう。愛がたも下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。